私、山本雄二と申します。海外に長く、住んでおりまして、博士号を取ったのはカロリンスカ医科大学という、ノーベル賞を出すことで有名な、大学でございます。で、私の、教授はヴォン・オイラー教授といいまして、クット・ヴォン・オイラー、お兄さんがウルフ・ヴォン・オイラーという方で、彼はノーベル賞を1970年代に、取っております。もう亡くなりました。それで、プロストグランジンというものをウルフ・ボン・オイラ先生が、見つけて、その時に、痛み物質であるスプサンス P という物質も同時に見つけられて、でその時そのスプサンス P というものはスプサンス X という名前で語られていて、それがどういうものであるか分からなかった。後になってポリペプタイドであるということが分かりまして、そのスプサンス P を使った実験を私たくさんやってまいりました。で、私のメールアドレスは SP 有事で、皆さんどうして SP なんだというふうに思うんでしょうけども、それはスプサンス P という痛み物質の名前から取っております。それが私の簡単なプロフィールでございますけれども、何をやってきたかというと、私はずっと大脳生理学、特に呼吸生理学をやってまいりました。で、呼吸生理学というと一体何か、どうして人間は呼吸をするんだろうと、このメカニズムを解明することと、そしてその我々の呼吸が浄土、我々の考え、感ずることによって変化すると、あるいは運動によって変化する、どうしてじゃあ浄土と呼吸っていうのが関係があるのかとか、そういうような研究をやってまいりました。